放送席、そして甲子園、テレビ、ラジオ、その他でお楽しみのタイガースファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は代打でタイムリー、逆転の火付け役糸原選手、そして節目の70試合登板達成桐敷投手、さらに逆転2点タイムリースリーベース佐藤選手の3選手です。まずは代打タイムリーヒットを放った糸原選手、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。久しぶりの甲子園のお立ち台からの景色、まずはいかがでしょうか。いやめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、やっぱいい光景だなと思います。はい、最大4点差あったところからの7回の大逆転劇の火付け役となるタイムリーヒットになりました。どんなバッティングでしたか。まあ、なんとか食らいついて、逆転の、突破口を開けてよかったかなと思います。ボールカウントは2ボール2ストライクと追い込まれていた状況の中でのタイムリーヒットでした。打席の中ではどんなことを考えてたんでしょうか。まあ、点差も、まだあったんで、なんとかヒットでつなごうと思って、ヒットが打ててよかったかなと思います。今シーズンは代打での活躍、打席数が限られる中での戦いですけれども、糸原コールがされた時の甲子園の歓声、本当に大きなものがあると思います。糸原選手にとってのこの歓声というのはどうですか。はい、いつも背中を押してもらってるんで、期待に応えれるように、まだまだ頑張ります。今日の試合を勝ってタイガースクライマックスシリーズファーストステージは甲子園での開催が決定しました。この大歓声での中での糸原選手の活躍、期待している選手も多いと思います。最後に意気込みをお願いします。僕たちの、戦いはまだまだ続くんで、これからも熱い声援よろしくお願いします。そして今日で節目の70試合登板を達成しました、これは両リーグ最多の登板数、桐敷投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日も安定の無失点、今日のピッチングはいかがでしたか。野手陣の方が逆転してくださったので、本当に絶対ゼロでいこうって思いで、ピッチングして結果ゼロでいけたのでよかったです。今シーズン節目の70試合登板です。この70という数字はご自身どう感じてますか。いや、自分はもう任されたところを、投げるっていうで1年やってきてたので、まあ、結果、70っていうのはあんま実感ないですけど、はい、こうやって多く投げさせてもらっているのはありがたいなと思ってます。その70試合登板する中で防御率はなんと1点台、さらには今日甲子園では32試合目の登板だったんですが、失点はわずかに1失点のみなんです。これは本当に特に甲子園の数字はすごいんですが、桐敷投手にとって甲子園の登板はどんなものですか。本当に投げやすいマウンドでもありますし、やっぱこうファンの方々の声援で力になるので、まあ、そこが、はい、一番大きいのかなと思います。今日も一つホールドを積み上げまして、これでリーグトップの43ホールドポイントとなりました。初めての最優秀中継ぎのタイトルも見えています。このあたりはいかがでしょうか。何ですかね、まあ残り数試合ですけど、そこはあんまり気にせずに、変わらず任された場面を投げていくっていう思いでやっていければなと思います。ポストシーズン含め残りの登板も楽しみにしています。桐敷投手でした。
それでは最後に逆転の2点タイムリースリーベースヒット佐藤輝明選手です。ありがとうございます。三塁はヘッドスライディング、気迫も見られました。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。あのバッティング振り返っていただけますか、いかがでしたか。いやもう逆転のチャンスだったんで、一振りで決めるという思いで、打席に向かいました。チームがつないで糸原選手のタイムリーから本当に打線がつながって巡ってきました。やはり思いも強かったですか。そうですね、本当につないでもらったチャンスだったんで、なんとかものにできてよかったです。佐藤選手、夏場特に9月の打撃成績が本当に素晴らしいものになっています。今のバッティングの状態、どんな風にご自身見てますか。いやもういい状態がすごい続いていると思います。いろんな選手の活躍で盛り上がる甲子園ですが、佐藤選手のタイムリーヒットの後の甲子園の歓声、テルコール、本当にすごいものがありました。佐藤選手にとってこの甲子園の歓声、どんな風に聞こえてますか。もう最高の歓声です。ありがとうございます。逆転の2点タイムリースリーベース、佐藤輝明選手でした。さあ最後は桐敷投手が締めてくれるということで、そういう風に聞いています。桐敷投手、明日がいよいよ今シーズンラストの甲子園でのゲームになります。さらに今日勝ってクライマックスシリーズファーストステージは甲子園が決まりました。さらにはファンは日本一連覇の可能性はまだ残っている、楽しみにしている方が多いと思います。最後に意気込みをお願いします。明日で甲子園最後ですけど、いい形で終わるのと、CS に向けて、勝って終わりたいと思うので、明日も頑張ります。応援お願いします。4点差の大逆転、今日は代打糸原選手、そして桐敷投手、佐藤輝明選手でした。放送席どうぞ。大逆転劇を演じました3人のヒーローのヒーローインタビューでした。代わりましては岡田監督の勝利監督インタビューです。放送席勝ちましたタイガース岡田監督です。お疲れ様でした。お疲れ様。7回大逆転でしたけども、どんな風にご覧になってましたか。もうね、最近ちょっとこのグラウンド整備の後ね、6回がなんか嫌な感じにね、ずっと甲子園してるんだけど、まあね、4点になったけどよくね、やっぱりひっくり返しましたね。はい、ですね。本当に打線がつながるという夏場以降ね、監督も評価されていた部分が出たかなと思いましたけども、やっぱり逆方向というかね、逆らわないで、まあ厳しいね、当然厳しい攻めをしてくるね場面なんですけど、まあああいうバッティングすればね、後ろつながりというかね、そういう感じですね。はい。その佐藤輝明の当たりもそうでしたし、佐藤輝明は今日だけじゃなくて、もうここのところ本当にバットでいい活躍見せてますけども、いやいや、もうちょっと早くしてくれてよかったからね。まあ昨日悔しい思いをして、この試合でしたけども、甲子園の大歓声と選手たちの戦いはどんな風に感じてらっしゃいましたか。久しぶりっていうか、ね、あと甲子園2試合ね、まあ、明日までですから、まあ、いい形でね、最後ね、まあ、明日も締めくれたらいいと思いますけどね。はい。この戦いで2位が決定しました。ああそうみたいですね。はい。ポストシーズンもこの甲子園で始まるということになりましたけど、それはすごく大きいと思うし、まあちょっとまだわからないね、対戦わからないですけど、まあやっぱりね、血のりがあるんで、やっぱり甲子園の方がいいですね。投手陣では、リリーフの桐敷投手が今日で70試合登板ということになりましたけど、もう監督も使い続けてっていうところですか。いやいや、まあね、同点追いつかなかったらいかなかったですけどね、まあ昼間ね、なんかね、ライバルが並んだみたいだったんで、なんとか同点追いつければね、生かそうと思ってましたけどね。はい。
年間通じてずっといいピッチングをしていると思いますが、いかがですか。いやいや、まあ、去年はオールスター以降だったんで、まあ、今年初めてね、開幕から1年間ね、まあ、これはもうすごく自信になると思うし、来年以降もつながっていくと思いますけどね。はい、改めて2位が決定しまして、はい、この甲子園から始まるポストシーズンへの思いを、ファンに向けてお話しいただけますか。いやいや、まだね、まだシーズンもありますけど、ね、まあ、これから本当まだね、1ヶ月ぐらいは野球したいと思うんで、まあ、いい準備をしてね、臨みたいと思いますけどね。はい、はい、岡田監督でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。タイガースとベイスターズの23